じゃあこんにちは。いや、豊さん、はい、もうメジャーリーグは一足早く、はい、もう前半戦が終了、まあはい、オールスターもね、大谷選手、まあ、そうだな、はい、まあ、前日のホームラン競争、はい、あは言うとったなまだ毎日スイングしてないだろうって言われるぐらい、はい、ははは言って2分間振り回すと大変ですね。いやでもやっぱすごいな、飛ぶな、迫力が違いますね。迫力違うな、う全然違いますね。まあ、そう、そして本番ですよね、オールスターの。まあ、なあ、まあ本番は大谷さんは、はい、もうそれはもちろん出るとして、はい、まあ、出たら何かやるのかなとか思ってたら、うん、やってくれたな。やりましたねホームランを、はい、なんかそうなるんじゃないかと思わせるよね、雰囲気的に。いや、だから最初ランナーなしとかさ、はい、ランナーがそんなにいない時は、うん、まあそうでもないかなとか思ってたんだけど、うんうん、はい、2人たまった時にあれこれあるぞみたいな、はい、なんか大谷もなんかこうボールをちょっと見極めて、うん、狙って待ってたんです。ボール2まで行って、はい、これはストライク取りに行くなと思ったら、うん、確実に打つな。カポーンと行きましたね。いやーすごいなやっぱな。すごいです。ちょうどその時に解説してたのがジャッジ、インタビュー受けてたんですけれどもね、そこで大谷選手がホームランっていう、うん、まあ、なんかドラマを作るよね、絵になるよね。なりますね。あ、まあびっくりはしないけど、はい、もう今や今でも凄さは感じるな。ですよね。ただオールスターでは初ホームランなんですよね。あ、だって二刀流で投げてる、やっぱやってるしさ、うん、まあ、ピッチャーの時も多分あったと思うんだけど、うん、はい、まあ、打席をもらえなかったとかさ。そうですよね。まあ、打席もらったか、でもまあそんなに長い間出てるわけじゃないし、でももう今はや、うん、メジャーの顔として出てるからね。ですよね、バッターとしてね。バッターとしてすごいよやっぱりすごいですね。いや、それで結果を残すからな。はい、ちゃんとそうなんですよ。いやーすごいな、うん、レッドカーペットの時もブラウンのジャケット、あれはデコピンイメージなのか、はい、こう開けたらデコピンの、うん、そう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 、ね、かわいいと思って、なんかそこら辺もね、なんかいいですね。いや、余裕がある余裕がある余裕があるなんて、あれ1回しか着ないからね。そうか、やっぱ絶対そうだよ。そうですよね、普段は着ないですもんね。もう俺らが使うなんなティッシュペーパーみたいなもんティッシュペーパー鼻かんでチーンでちょっと買い物はいどうぞみたいな、どなたかにあげるとかね、チャリティーとかにもしかしたらオークションとかに出されるのか、まあ、そうかもわからない、知れないですけど、ね、まあでも記念に取っとくかもわからないですね。あ、そうかそうか。いや、まあでもね、前半戦非常にいい締めくくりになったと思うんですけれども、いやまあジャッジも言ってたけどさ、はい、あいつはまだリハビリ中なんだぞってジャッジも言ってたから伊藤さん見てんじゃないですかこれ。何ジャッジが、ジャッジ見てるかもわからない、ね、もう盛んにリハビリ中リハビリ中って言ってるからな。そうですよ。いやいや彼も、うん、あいつはまだリハビリ中だぞみたいな、そう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 、ジャッジがびっくりしてたというな。そうですよね。なんかこう想像以上のことをやってくれるよね。本当そうです。ここでやってくれたらいいなっていうのは確実にやってくれるし、はい、だからまあ見事だなと思うよね。そうです。で、集中力が高まった時はしっかりボール見るしな。うん、そうなんです。打たないんですよね。 そこは振らないというか、まあね、前半戦終わってこれから後半戦になるわけですけど、はい、まあ、ホームランは、今トップを走っていて、打点が、まあ、今トップではないんですけれども、まあ それはね、その前にランナーがたまるかたまらないかっていうこともあるとは思うんですけど、まあ、2番打ってるとな、うん、まあ、どうしてもその打点という意味では、はい、まあ、若干減るかもわからんね。そうです。うん、まあ、ホームランが打てるからが追いついていってるけども、ジャッジなんか80なんていってるもんな。もうそうなんです。すごいよなもう前半で80なんてって、まあやっぱ彼は4番打ったりだとか、はい、まあ、してるし、うん、まあ、2番の時もあるだろうけどもね、うん、まあだけど、まあ、ホームランもな30本超えてるからな。そうなんですよね。まあすごいな。そうだなチームとしては、はい、ちょっとドジャース後半戦に向けて、まあまあ心配ないよ。大丈夫ですか？そんなにあれだけのメンバーがいたら大丈夫だよ。それはね、うん、疲れる時だってあるって、うん、そうです。まあ日本で言えばソフトバンクがあれだけ行ってて、7月に入って4勝8敗かな、そうです、そうです、ぐらいだよ、はい、それがまあやっぱ疲れるって、うん、
まあそうか、うん、それは勝ち疲れってあるよ。あとはまあね、山本由伸投手であったりとか、はいはい、あとはそのベッツがいつ戻ってくるとか、まあそうだね、はい、あるとは思うんですけれども、まあ、由伸はどうなんだろうね、うん、あんまりこう1年目やし無理してほしくないな。いつくらいなんですか、ね、いやだからまあおそらく、まあ、ワールドシリーズとか、うん、出た時には間に合ってほしいなと思うけども、はい、まあそういう経験としてね、うん、まあだけどあんまりなんかこうずっと疲れが溜まってるものがいっぺんに来たと思うんだよ、はい、だからまあ無理はしないで、うん、来年存在感を見せればいいのかなっていうとかは思っちゃうけどね、うん、まあそうですよね、うん、同じ、まあそれはもちろん治るのがベストだよ、うん、まあベストだけどまあ無理しないでね、はい、やってほしいなというふうに思うよ。まあ何言われるか分かんないよ、うん、高額の契約してるから確かに、ね、周りのヤジっていうのは、うん、それは相当な厳しいものがあるかも分からない、はい、まあだけど山本の将来考えたらもうきっちり直して、うん、治ったら絶対できるから、うんうんうん、だからやってほしいなと思う。あとは大谷選手の成績だと思うんですけれども、まあねえトリプルスリーとか40-40とか50-30いくんじゃないかとか。40-40はいくんじゃない。 50-30 はどうなんですかね。もうそんな語呂が悪いのはやらなくていい並んでた方がいいですか。 50-30 はい、50本の30盗塁。いや 50-40 いくんじゃない。 50-40 いったらこれ誰もいないですもんね、もちろん。まあ 50-50 いくかもわからないし。すごいことですね。いやすごいことだよ。いやだからもうね、はい、なんかすごいねって言ったことを軽くクリアしていくからさ、彼は。 そのぐらい期待してもいいのかなって思っちゃうよね。後半戦またペースどうでしょう、上げていきそうですか、それとも、まあ、あの波ありながらもこう順調にいきそうとか。まあおそらく上げていくと思うよ。うん、うん、ただやっぱりこう敬遠とかね、はい、まあ、エンジェルスの時に経験してるけども、ただエンジェルスとは違うのは、うん、後ろのバッターもすごいからさ、はい、だから、まあ、そんな安易には歩かせないとは思うけども、でもそういうことが増えてくると、はい、まあ、ペースダウンっていうふうには言われるわね。そうですよね、うん、だから、まあ、はい、これは仕方ないけどな、うん、あれだけのバッターだからですよね。あとは体調面ですけれども、どうです、例えば途中後半でもちょっと疲れが見えてきたら1試合例えば休むとか、そういったこと、まあ、まあそういうのもあるよ、うん、まああるけども、二刀流やってる頃よりは随分楽だと思うよ、はい、本人はそうです、ね、まあ、そういうトレーニングもしてると思うけどもね、うん、あの来季に向けてね、はい、まあ、だけどやっぱ試合で投げない分だけは絶対楽なわけでだし、はい、だからそこら辺 その体力っていうのは心配しなくていいなっていうふうには思ってるけどね、うん、じゃあなんか崩れることも大崩れすることもなくこのまま行きそうかなと。いやもう絶対行くと思う。これホームランも確実にちょっと取れそうな感じですね、うん、いやもう取るんじゃない、うんうん、いやもうね他にいるみたいな感じだ。いるんだよな、うん、いるんだよ追ってきてる選手いるんですよね。いるんだけど俺はやっぱ大谷の方が打つと思うよ、うん、確実に、うんうん、でランナーがいたら確実に返してくれるしさ、はい、まあ、三冠王も夢でもないし。そうですよね、うん、プラス、まあ、盗塁はちょっと無理か、盗塁法は、うん、あデラクルーズだ、デラクルーズ、はい、ホームランね、はい、あホームランじゃない盗塁、ね、の、はい、あこれは半端ない、はい、身体能力持ってるもんすごいですねアメリカは本当に本当な、うん、楽しいよな、まあ、見ててそうですよね特徴があるから。そうそうそうなんですよ。ちょっと盗塁は、まあ、盗塁はちょっと難しいかもわからないけど、うん、三冠王っていうのは夢ではないよね。そうですよね、うん、狙ってほしいなと思うけど。そうですね。あと今永投手オールスター初選出。今永かわいいなあの大谷投手と、ね、一緒に並んでるところとかもそうだし、いやいやブルペンで必死にさブルペンコーチと、はい、あの話をして、うん、なんかどっかにちょっと何かを取りに行きたかったのか、うん、はい、なんかだったんだけど、うん、いやお前投げないのかって言ってたら、いやなんか、なんかもう手振りでもうこんな一生懸命説明して、うん、でブルペンコーチがおーって言ってって理解して生かしたけどさ、うん、でその後まあ作ってて、まあでも彼は落ち着いてるな、うんうん、やっぱ度胸が座ってるというかさ、はい、まあ、常に頭の中冷静だわ、うん、だからオールスターだからといって、はい、まあ高揚はしてるんだろうけども、うん、
それがなんか興奮にはつながってないというかさ、あ楽しんでるっていう、そうだね、うん、まあ、それと終わった時のインタビューも聞いたけど、はい、いや大谷さんが、大谷君がせっかくホームラン打ってて、はい、負け投手になるわけにいかないとか言って、はい、あそっかそっか、やっぱ MVP により近かったからね、はい、今永が投げた時は、はい、いやだからそれを意識して、はい、まあ、投げたとは言ってたけど、はい、まあ、そこら辺聞いてもまあ冷静だなと思うしね。そうですね、まあ、人のことを思いやる気持ちっていうのもね、うん、まあ、強く持ってる人だし、はい、だからすごく好感を持ってた ね、 でしょうね。まあお母さんが面白いね、今永投手の、うん、お母さんはオールスターに息子さん選ばれて行くんですかって言ったら、はい、犬の世話があるから行かないと犬の方が大事そうですねもうね、面白いよあそこの家庭は。そうなんですね、ちょっと家庭訪問したいぐらいであ、そうなんだ。いやいや、もう犬の世話が大変だから行かない、行きません、うん、まあいいよね、うん、それはそれでありですよね。ありよ、うん、だあのお母さんも興奮しないという、そう、冷静ですね、冷静だというね。そうそう、そうです。いやだから非常に好感が持てるなと思って。まだこれからもね、今永投手活躍していってどんどんオールスターに出られるチャンスっていうのは毎年毎年やってきますからね。そうだな、うん、そうですよ。なので、まあ、怪我だけしないでほしいけどな。そうですよね。あの 前半戦振り返ってみても、あのそんなに大崩れがずっと続くこともなく、あの本当にこう安定しているというか、あと高めのボールだったりとか。そうだな、高めのボールを使うのが上手くなったな、うん、まあ、あれでオールスターの時はあの150は投げてないんだよね。で球速はちょっと伸びてないなとは思ってたんだけど、はい、でも高めをあれだけこう遅れたりだとかするっていうことは、うん、結構手元で来てるんだろうな、スピードガン以上に、うん、はい、だから見た目以上に来てるボールを投げられるっていうのは状態の良さはお伺いだけどね。うん、まあ、もう頑張ってほしいけどな。そうですね、はい、まあ、メジャーリーグは一足先に後半戦にこれから突入していくということで、はいはい、もちろん日本人選手、大谷選手、はい、それから今永投手もそうですけれども、はい、どんな活躍を見せてくれるのか。いや楽しみだよ。楽しみですよね、まあ、もうホームラン打ったらもう撮っちゃおうかなとか動画そうですね、いや200号の時とかも撮っちゃおうかなと思ったけど、もうあんまりにも出しすぎてるからまあちょっと自重したけど、ね、ちょっとそこはしたんですね。ただ後半戦はね、やっぱり撮影時でもあのホームラン打ちましたら、そこまで行くので楽しみにしていてください。はい、はい。